50枚の MRI スライス画像からマーチングキューブ法でポリゴンに変換された頭部画像マーチングキューブ法はコンピュータグラフィックスのアルゴリズムである。スカラーデータで埋まった等方向3次元ボクセルデータをポリゴンデータに変換するアルゴリズムである。1987年の c e ゲーグラフでロディンソンとクラインによって発表された。カットもしくは特定のアルゴリズムで1。 例に変換されたボクセルデータを対象とする。隣接された発展からなる立方体を一つの単位として考える。結果的に八つの頂点に例回知の数字を持った立方体が形成される。組み合わせは2の8乗の256通りが考えられる。しかし、回転対象や1、例の反転を無視すると図1に示すように15種類となる。この原理を用いて、 ライブラリー化した処理をすることで変換の高速化を図ることができる。各キューブを更新するように順番に処理し、表裏を考えない、統治面でつなぐことでポリゴンデータに変換する。15個の基本となる立体図計算業分野のみならず、医療分野でも CT や MRI などの3次元ボクセルデータをポリゴンデータに変換するのに利用されている。 三次元表示や実体模型化などに利用されている。隣接したキューブの統治面によって形成される共有面形状が四角形となることがある。そのため統治面のポリゴンが一位に形成されないこととなり、異想的な穴が開く原因となる。穴があると三次元画像として表示する場合には、問題ないが、内外を判定する必要がある場合には、問題となる。 そのためポリゴンの穴を埋める作業が必要となる。この問題を回避するために共有面形状がすべて三角形となる四面体分割法が考案されている。最初特許として成立したため各ソフトウェアメーカーがマーチングキューブスを用いることができず問題となった。特許を回避する目的で各種の類似手法が考案された。2005年に 特許は失効したため現在では、法的に問題なく、マーチングキューブスを用いることができる。ウィリアム・イ、e、ー・ロリンソン、ハー,ビー・ビー・クライン、マーチングキューブス、A ハイレゾリューション3、ディーサーフェイス・コンストラクション・アルゴリズム・イン・コンピューター・グラフィックス、ボリューム21、ナンバー4、従来1987。ありがとうございます。